はい、おはようございます。あ、おはようございます。どうもどうも、はい、今日は、久しぶりに10年ぶりにですね佐々木さんが来てくれました。はい、はい、佐々木さん自己紹介でお願いします。自己紹介ですか。あの10年間何も変わらず東京駅ばっかり狂っている、でも10年前は東京駅フォトグラファーと名乗っておりましたが、2年ほど前から東京駅研究家と、まあ本質何も変わってないですけども、佐々木です。よろしくお願いいたします。直樹です。はい、半沢直樹じゃないけどいい名前だよね。本名でしょ。もちろんもちろんですよ。本名っていいよね。いいですよね。俺みたいにね、いいじゃないですか。山岸さん、山岸慎っていうのは芸名なんですよ。嘘だ。いやいや本当に、いや10年ぶりだけど全然ねしょっちゅう会ってるし、そうです、ね、変わらずなんだけど、変わらずなんです。まずあの、はい、なぜかっていうと、はい、今ね佐々木さんも言ったように、はい、僕らはあの知り合った時はペンタックスのね、そうですね、あのまあ宣伝部の佐々木さんだったし、はいはい、それ終わってから東京駅の、はい、フォトグラファーとしての佐々木さんだったし、はい、それとここ何年前ぐらいから、研究家になったっていうその肩書きが変わるってことは、ね、いいことだよね。出世していくってこと。いやいや自分でまあネーミングしてるだけですから。いやいや、だってそれ認められるってのはすごいじゃないですか。いやいや、ありがとうございます。だけど、ね、あのさっきも話してたけど、ね、フォトグラファーとかっていうと本当にね狭い、あ研究家って、はい、広いから、はい、そういう意味ではすごく、あのいいよね、当たりが。あ、そうかもしれないですね。何か本出すにしても、うん、何するにしても、うんうん、なんかトークショーやるにしても、あ、そうです、ね、フォトグラファーがトークショー、うん、ふざけんなよっておい、カメラマンってそんな口うまいのかよってなっちゃうじゃない。だから研究家ってのはやっぱりさ、ね、ちょっと違うよね。話しても全然いいよねって、うん、広がりますね。そうそうそう、ずっとね。まあ写真が撮れる研究家ってことで、まあ元がねカメラメーカーにもいましたし、ね、写真から入ってますけど、ね、だけどあの昨日もね撮影行ってて、はい、その彫刻家の方がね、写真自分で撮るんだよね、うん、自分で撮って、はい、それをあの題材にしてこう作っていく、で写真うまいんだよみんな。だけど俺の前だから写真撮りますよとは言わないけど今あのはっきり言うけど、人形の僕撮ってるじゃないですか、球体観察に。 あれも生徒さんが自分で作って自分で撮る。それまでは俺に頼むとお金取られちゃうじゃん。あ、なるほど、ね、うん、いつの間にかさ、うん、スマホとか、うん、あのコンデジみたいなのね取れちゃいますからね、うん、でね自分でセットできる、うん、作って、うんうん、自分の雰囲気で、窓際でもいいからセットできて、自分がこうだ、この子はこれが可愛いんだよって撮れる。だから俺いらなくなっちゃっていやいやいや最近審査員ばっかだ来ない仕事がまた一つ減った。いやいやいや、だからいやそんなもんなのよ、うん、だから写真の仕事があるあるあるって言うけどないよね。だってさあの、ね、結婚式とか、うん、例えば子供撮るって、うん、奥さんたちがカメラマンになったじゃん、うん、みんな撮ってるわけじゃない、うん、集団 で、ね、だから本当に特殊なものを撮るしか生きていけないっていう か、うん、だから今回ね助川さんから始まって、藤本さん、はい、それと河野くんなんだよね、うん、この次は、はい、やっぱねその辺がね紙面に出ると安心感ある、うん、ああなるほどね、うん、あの本当に安心感あるプロのカメラマンとしてね、そうそうそう、かっちりそうそう、だからその世界を見せてくれますからね。だから本当に今回あのその勢いで佐々木さんにお願いできたのはね、あのやっぱり佐々木さんも一つのね世界観はかっちり持ってるからありがとうございます、いいかな、うん、みたいな、はい、ね、写真よりだけど語る方がいいよね。そうですね、やっぱりその東京駅を伝えたいっていう思いがものすごく強いので。なんで。いやそれはね、あの助川さんじゃないですけど生まれつきって言いたいぐらい、まあなんかねそういう本当俺は失敗してるからよ、自分の性格でしょうね。俺は佐々木さんが鉄道のね、写真撮ってパッとしないし鉄道がブームになってねガンガン出てきたわけじゃない。山岸さん心配しないでねってことで10年前もね冒頭で言ってますよ。だから心配してたのよ、まあ、ありがたいことですよ。それがねバーッともう若手とかさ、みんな鉄道のねてっちゃんって言われるようにね、だっていっぱい撮ってる中で、佐々木さんはそのまま漏れていくかなと思ったらさ、東京100年そうですね、それにまず、ね、10年前ですよ、バチーッと入ったじゃない、うん、そうですね、
そっからやっぱりさ、ね、この10年って、うん、まあ自分のねやっぱり世界観を ね作っていって すごい良かったなと思ってますよ、うん、ありがとうございます。本当に他の人がさやっぱりね、ガンガン行ってる時に、うんうん、出遅れた感じがあって、そうですね。で同じことをやっても本当にまあ真似したり後をついていくだけになっちゃいますよ、ね、そうそう、そこがすごいね、うん、まあ俺にね少しね鉄道のことをね、教えてくれたのは佐々木さんが一番最初なのよ。楽鉄クラブ、いや違うよ前も言ったね、カリフォルニアの電車のさなぜか知らないけど俺にね、俺に売れっ子カメラマンの俺にさ写真をくれたっていうそっからだから、でその次にこう ねずっとやってて、まあ、広田先生とか出会ったりして、うんうん、はい、でやっぱり常にね俺の瞬間の顔とかそういうのには佐々木さんがね協力してくれて、はいはい、もうずっとその鉄道つながりで ね、うん、撮らせてもらって、はい、ある時はね青森行ったり、できました、ね、伊豆行ったり、はい、何行ったりって、はい、だからそういう意味では俺にちょっと鉄をね、うん、教えてくれた、まあ俺はやっぱ無理だけどね鉄道カメラマンには、 なぜかというと俺時刻表とか見るの大嫌いだからさそれとこの間からね西尾くんってね、はい、若い西尾剛さん、うん、剛くんね、うん、はい、彼がね鉄道が好きだったっていうのが、ね、みたいなんですよね。すごい異常なの彼は。あ、そうで、彼はね、はい、アナログじゃなくて、はい、もうね一緒にね、この間ヨドバシカメラの撮影会仙台終わって彼がね、はい、チケットを取ってくれたわけ、はい、で近いから、まあ、グリーン車乗んなかった、うん、で彼にチケット取っておいてって言ったら、はやぶさと小町が連結するじゃないですか、うん、はい、仙台に来るじゃないですか、はい、先生一番後ろの席取ってきました、うん、小町のそこはエコノミーだけどちょっとリクライニングが深く倒れたり、はいはい、人数が少ない小町2列、ね、そうそうそう、うん、で取ってきましたから、はい、これは楽ですからで乗っててさ今度ね何時に着くとかって俺やってたら、スピードスマホで、うん、今の今走ってるスピード速度をね、うん、あこれだと遅刻あのですね遅れますねとかさどこで取り返すんだろうとかさ、やってるわけよ、なんでそれやったら、いやこれアプリで分かるんですよ、うんこれ200何十キロですよ、ね、最高速度出てますよとかさで脳書きっていうか教えてくれるわけ。なるほど。でもう東北新幹線はねまっすぐだから意外とスピード出るとか、分からないこといっぱい教えてくれて、うんうん、おー面白いっていう、うん、だから彼と電車乗るとずっと電車のことを教えてくれる、まあ、で彼が電車の写真を撮って見せてくれるってことはないのよ、うん、見たいですね。見たいよ ね、 見たいですね。そのうちなんか、うん、彼にね、そういう場を作って、うん、鉄道の写真を見せてもらおうかなと思って。みんな意外と撮ってるんですよね普段乗ったり。俺は持ってんの、うん、逆に撮ってんじゃなくてね、この間ね、うん、仙台で降りたじゃん、降りたら変なのが止まってるわけ。あ撮ってましたね。僕もまだ見たことないですよ。そうでしょ、うん、目の前降りたらさ、うん、変なのが止まってて、新型の試験電車ね、そう、うん一番前まで走っていって、いやいやいや、だから3人ぐらいしか撮ってない。てるな、だってダイヤ非公開ですもん。だみんなあれが何だかも知らないから、まあまあそうかもしれない、あんまり興味を示さないというか、うん、ドクターイエローだとみんなわーって群がってるけどこの間も大盛り上がりですよ ねでしょ。だから、うん、一番前まで行ったら3人ぐらいしかいなくて、はい、で撮ってスマホしかなかったらスマホで撮って、うん、撮って、いやびっくりしましたよ。アルファね、やっぱりアルファなんだ。フェイスブックはいつも見てますから、いや山内さん何これこんなのまで撮っちゃって、いや俺はおかけのてっちゃんみたいな。俺はだから新幹線に乗ることはヨドバシカメラの撮影会しかないのよ、うん、京都大阪仙台、はい、だから東京駅って必ずドクターイエローいんだもん。だそれはこれもすごいんだよ、ね、それを持ってるって言うんですよ。だから俺は、うん持ってんのよ。僕は調べて撮る言ってますから、調べてるってことは別にラッキーでも幸運でもないんですよ、うん、むしろね、それを偶然見たっていうのが、ね、常になるよ。すごいっすよ。だからこの間のアルファっていうの、うん、あれも、ね、あれは撮ってる人がいなかったから、うん、俺は夢中になって撮った。知らないだけですよ。知らなかったというか情報が手に入らないっていう。でよく見たらね、あと西尾くんに聞いたらね、先端がね、うん、こう埃みたい泥がいっぱい被ってるわけ。あ
相当スピード出してんだよこいつとかって言ってたけだから東北新幹線はまっすぐだから、ええ、こんなに先端にね、うん、そういう泥みたいなつかないんだよねとか言ったそれがこう相当スピード出してね。そうですね、うん、もう300ね、うん、だから、うん、まあそういうことがあって、うん、まあこう鉄道にね興味を興味を持たせてくれた一人が大先生が佐々木さんであるってそれだけはもういや本当いつも心から感謝してます。いやいやいや、ただ基本撮るのは好きだけど、はい、なんか調べて乗って何してっていうのはね、まあそこはね、だからここに福田さんってアナウンサーいるじゃないですか、うん、はいはい、福田さん、福田さんね、うんうんうん、福田さんが来た時に、音鉄彼ももうすごいんだよねこう音でこの音聞いて、いろんなジャンル分けがありますから ね音聞いてさ、うん、もうそういう意味ではここも佐々木さんが後でね、一緒にちょっと出て、うん、歩くけど、はい、東京駅から一駅じゃないですか、うん、そうですよ、歩いてすぐなのよ、うん、でちょっと後で佐々木さんにこのいろいろこう説明を受けながら、はい、歩きたいなと思ったので、はい、あ、いいですね。で今日はちょっと簡単に、うん、ちょっと写真だけちょっとパッパッと、はい、ここでクリックで、はい、じゃあここから行こうか。あ、ここから行きますか、ええ、これは復元前の東京駅、ね、おお、復元前のが綺麗だね。いや、やっぱりねビルがもう全然後ろ低いんですよね。はいはいはい、後でお見せしますけど、うんうん、その復元して丸いドームになって、うんうん、で、まあ、時代が当然そこで、まあ、これは2006年に撮ってるんですよ。で2006年から2012年まで6年間かけて東京駅っていうのは復元されているので、まあ、復元前最後の姿なんですけど、まあ、今山岸さん綺麗だっておっしゃったのはその駅自体もそうなんですけど後ろのビルがもう全然低いんですよね。で、まあ、懐かしの大丸なんていうのが、屋根の後ろに見えてますけども、まあ、空が広かったとも言えますし、いや照明がさ、うん、駅の照明がなんかタングステンの光がすごく、そうなんですよ、それが今もライトアップしてるんですけど、ね、今 LED なので ね、その明かり自体が質が違うんですね、うん、そうだね、だこれは温かみがあるんです、レンガにすごく合うね、うん、そうですね、うん、まあさすがもうその通りで、逆に今はその行事によって色合いを変えたりって LED ですから、まあ、調光ができるわけですけど、この時は本当に夕方になるとライトアップしてて単純に光を当ててるっていうことなんですけど、それがまあでもワンパターンだとも言えるけどもレンガに合った色を出してたんですよね。いい、ありがとうございます。これが今の通りですねもう全然違いますよね。もう全然違うね、全然なんか全然違うんですけど、前の姿っていうのをもうみんななんていうんですかね、忘れちゃってるんじゃないかな。実は僕の原点はここにあって、小学校5年生からずっとてっちゃんやってて、で東京駅っていうのはこのスタイルだってずっと思ってたわけです、ね、佐々木さんのお父さんが鉄道関係なの、うん、全然違うんです、ね、あ本当に、うん、僕はもう突然変異でてっちゃんだったんですけど、まあ、小学校5、6年生の頃から東京駅行って上野駅行って、まだ新幹線は本当に東海道新幹線しかなかったですから、うん、在来線の特急とか、あと東京駅はやっぱり九州に向かうブルートレインっていうのが次々発着してたので、それにすごい、かっこいいなっていう憧れがあって、でその時代ずっとこの駅を見て育ってきてたので、それは本当の話なの？本当ですよもう全然つけて出したじゃないのどこを脚色するんですか10年前から研究始めてその前はなんかいろいろ知識をいや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 、もうそれはね自分のもう生い立ちからのストーリーですけどね。実はね、うん、広田先生にもね、うん、はい、聞いた時に、もう泣くとね、お母さんが抱っこしてね言ってましたね、踏切の前に連れて行ったら泣き止む、泣き止んだ。でこの間スケガンさんも、うんうん、同じようなこと本当なの、鉄道の人みんなそうやって言うんだけどみたいな。そうですよ
だ僕も東京生まれですけど、うん、あの最初はやっぱり都電が近くに走ってたんで、うん、それをもう毎日やっぱり見に行ったりとかって好きだったですよね。俺はねまた今度ね、うん、発表するけど、ええ、俺機関区が好きなのよ。あいいですね。天才会津若松とか行ってますよね。会津だけじゃないの。だけじゃない。実はこれがね、ええ、20年前にね、ええ、フラッと行ってんだよね。旭川壊れる前で、立ち入り禁止って書いて、うん、いやそれは初耳ですね。だそこ全部取ってんの。旭川って今ものすごい綺麗な駅になっちゃって、だからそれ高価になって、だから今度出す、うん、いやそりゃ見たいわね。いや鉄心あるじゃん。いやじゃあ俺はね廃墟が好きなのよ。あだからなるほど、あれって俺にとったら廃墟の一つなのよ。うんうんうん、うん、だからそういう意味ではなんかあ俺意外とやっぱり当たってる行くとこ行く目的はそこじゃなかったの、ね、うん、女の子連れて行ったの。お東川に、あで、はい、撮影をしてて、女の子を撮影してて、旭川に行ったら、うん、あれって車で入ってっちゃった。あそしたらその転車台が、転車台があったと。で夢中になって撮っちゃったっていう。あまあ絵になるというかね。なんだろうねあれね。まあ廃墟もそうですけど、僕もだから東京駅を軸にしながらやっぱり同じ時期に建てた駅とか、うん、国の重要文化財って他にどういう駅舎があるのか、辰野金吾っていう人が建てたそういう建物、うんうん、あやっぱり歴史があるので、うん、そういう意味では東京駅を調べてこう深入りしていくと、そういう他の建築とか、うん、レトロなものっていうのを響くようになってきてますね、うん、まあ、東京駅が、まあ、広いからね。そうですね。あ味がないな。味がそうなんですよ。いやこうやって見るとね、うん、まあ洗練されたというかね、すごいけどね、うんうん、こっちは凄さ感じるけど ね、まあ今時になったな。随分変わったんだね。変わりましたね。で一番大きく変わったのは、うん、そうだね、これ空襲で焼けて2階建てに、うん、ベースは2階建てだったんですけど、うん、実はその今年12月って開業110周年になるわけですけども、110年前辰野金吾が建てた時っていうのは大きさはこの大きさだったんですよね。で周りがねそのどんどん10年でこれだけ変わるんですけども、じゃあ110年前っていうのは周り三菱ヶ原だったので、うそう、ね、何もそのない、本当に、原っぱで、まあ、岩崎彌之助がその竹でも植えて虎でも飼うさなんていうふうに言ったぐらい、まあ、原っぱだったっていうところにこれがドンと立っちゃったんですね。だどんどん変わりますよね。今度は何110年のイベント何かやるの。110年ね気にはかけてるんですけどね、意外と100年の時にはドカンとやったんですけどね、なんか分かんないですよね今のところ。どうせあるでしょう。いやあると思いますけどね。いやいや自分だよ。あ僕ですか。何言ってんの。人のことじゃないでしょう、ね、まあなんかお声掛けいただければ何でも喜んでってことなんですよ。100年の時に ねこれ、うん、まあ八重洲側ですけどもね、向こうはこんなデザインなんで、うん、文字が入るんですね。さすがだよね。だけどきちっとなんかマニアなんだね。そうなんですよ、ね、だからマニアなのね。もともと鉄道マニアから来ているので、ね、東京駅に関してもそのそうだ、ね、もう上っ面だけじゃなくて、うん、そのもうグリグリギリギリのところまでこう、うん、なんかいろいろ突き詰めたり調べるっていう収集癖があるんだもんね。あるんですよ、ね、だからこれなんかも東京駅のデザインのカメラだし、うん、値上がりしてるの。財布なんかもね値上がりしてるんじゃないですかね。これ東京駅柄だったりとかね。もうなんかコレクターでもあるわけで、これもね、あこれもそうですよね、うん、時計は時計はね売ってる東京駅柄のがないんで普通ですけどね。あそう、うん、なんかやっぱりそういうこだわりですよね。いやだけど素晴らしい。今からちょっとこのレンガ、ね、ああいいですね。プラッと歩いて行ってみようと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まず私のスタジオです。いい場所です。今通った、ね、もう中央線の中央線の真下です。中央線は東京駅は1番線1番ホームから。そうです ね1番線2番線で一番丸の内駅より、実はね
ここ、はい、そこから分かれるんですよね。お茶の水方面、はいはい、全部の電車が走ってると。そうですよ。いや新幹線も、新幹線も一つだけ走ってないなんでね、成田エキスプレスそれはね、あとは全部ここで見えるわけだ。本当に絶好の場所ですよ。だからちょっと、まずは、もうね何百年、100年、そうですね、100年以上ですね。これレンガじゃないんですよ、はい、レンガじゃない、レンガ張りなんですよ、はい、だから、はい、ここ下が、ね、ここ、うんうん、神田駅からこっち側は直してないんですよ、ね、免震耐震、ね、コンクリートで作ってるから、うん、本当だ、これ珍しいんだって。本当張りレンガって、うんうん、全部張ってんの。だからこれ厚さは不思議だな。だから全部張ってるから、ね、東京駅もね、考えてみればそうなんですよ。あれ化粧レンガって言って、あ、それ実際はタイルなんですよね。あ、これね、うん、それをね、どうしてると思う？ポンポンと張り付け。これ古いの？これでもなんかこう朝来たらテカテカしてますよ、ね、朝来たら、うん、道路が、ええ、真っ茶色なんだよ。ほう、削って塗って、夜中に電車止まった時に削って、そんな工事もやってるんだ。やってんの。だから綺麗なの。綺麗ですもんね。だからそれに塗ってる、うん、ニスみたいなの、うんうんうん、なるほどね。でみんな作りが違うのはすごいでしょすごいですね、この作りはみんな違う。で、あの基本は JR だけど、ええ、その貸してるとこが全部違う。あ、不動産とかなんとかなんとかとか、一般のね、うん、でこっちはもう直す気ないから駐車場になってるじゃないですか。確かにそうですね。そうですね、うん、ここの通り挟んで全然そうなんですよ。向こうはね、もうたくさん下使われてますけど、ほら黒門町だよ。黒門町、この一帯がそういうね、銭形平次が出てくるっていう銭形平次が出てくるって。だから相当ちゃんと作ったんだよね。相当、ね、いや作ってますよ、やっぱほら、うん、やっぱり、ね、そうそうですね。ここで字が出てますもんね。東京駅から1キロ560メートルってことですからね。大したことないね。いや大したことないね。それはだってゼロキロコストから始まっての大事なポイントですよ。いやでも100年の歴史を感じますね、こういうとこ。感じるでしょ、うん、すごい。いや、よく頑丈に作ったもんですよ。穴開いてるけどね。いや、穴開いてます。おお、ここやばいよ。硬直流。ここやばい。硬流はだって2万ボルト以上ありますからね。これやばいよ。やばいですね。まあだけど、まあ、JR に守られてるから大丈夫でしょう。いやー、こっちもあっちも。ね。うん。気つけて。ここは新幹線。これで新幹線。うん、いや、いい場所だな。見てくださいよ、これ。うん、うわー、ごちゃごちゃして。すごいな。落ちるんだよね。すごいな。これは何？補強したんだよ。補強したんでしょうね。うん、ああ、ね。補強したんだ。いや、入り組んでるな。あ、そう。おめでとう。労働組合で。いや、リープな場所だな、これ。リープな場所だな。ねえ。ここね、俺好きなのよ。この三叉路みたいになってるじゃん。はい、妙に、はいはい。人生の分かれ道みたいでさ。いや、ここすごいな。そうでしょ？ 1 本、2本、3本、4本、5本。ちょっとね、変わってんだよね。それで線路がこういってる。うん、これいいね、東北線。確かにそうだな、東京駅から上野側は正式には東北線ですからね。あ、すごいよね。これ困ったね、落書きがいかん。
今時こんなさリベットみたいなのが出てるの珍しいよね。これは何だか分かるでしょ。これ佐々木さんは、まあ、これもケーブルですよね全部ね。これ雨よけ。はい、雨よけ。あ、雨よけ。水が垂れてくるの、うん、それを流してんだよ、うん、ここでね。ただのだけどやっぱりすごいよね、うん、気付けて。いや、こっち側歩いたことなかったけど本当にすごいですね。土台がここまですごいでしょ、うん、これから最高のところ案内しますから。最高のところ、うん、これ見てほら、うわ昔の石積みがこの間に、うん、間にある。いや、これすごいな。え、金庫。これ JR もんなんでしょうね。置いていったんだろうね。でしょう。うわ。行きましたね。これ、あずさだっけ？タイミングであずさです。あずさだよ。いいタイミングで行きましたね。やっぱりね、持ってんだよ。ぴったり、ぴったり来ましたね。時間ぴったり。ぴったり。地震でも直さないっていうだけのことがあるよね。このコンクリートでこれだから、多分これ、あれ落とされても全然大丈夫なんじゃない？少々。ウクライナでも。すごいな。いや、それこそ防空壕みたいな。防空壕だよね、ある意味。で、こう神田駅になっちゃう。なるほどね。あ、そこまでは綺麗になってる。そうですね。うん、こっからです。鍛冶町なんですね、住所がね。神田だけは住所がもの、うん、コロコロ変わる、うんうん。細かく分かる。小さいね、そうそう、照明がたくさんありますもん。だから俺のとこは千代田区神田鍛冶町、蓮見のとこはただの鍛冶町。あ、違うんだ。違うのよ、道路向かいだけでも5メートルで違う。だから相当ね、何かがある。ありますね。鍋橋。鍋橋。これは聞いたことないな。鍋橋。これも直さないとダメなんじゃないの？すごいハゲてますよ。だけどやっぱりあの三角にするのが一番強いんだってね、力学として。だからやっぱりこう、はいはいはい、圧にしてね、そうですね、そうですね、っていう感じですよ。いや、面白いな。いや、まじまじとこう見て歩いたことないです、うん、そうですよ、このエリア。もう定点でさ、毎日同じ方向にこう撮ってる人の顔撮るのも面白いんだけどもうそれじゃ警察来るもんね。いや、気づかれないですね。山岸さんのところにはよくお邪魔するんですけど、このエリアぐるっと回ったことがないんで、まあ、当然この赤レンガ、うん、ね、東京駅に通じるわけですけども、ここまで間近でちょっと生々しいところ初めてちょっと寄ってみました、今日はもうスナップで撮りましたけど、ちょっとがっつりね歴史を調べて一個一個こう、あんまり来ないでほしいね。これ見て、これで分かるじゃん、はっきり。ああ、分かります ね下地とね、うん、レンガの表面が ね、うん、そう。だ、化粧レンガ、化粧タイルっていうね、ものですね。これは調べてもらって、佐々木さんに、うん、いやいや、やっぱ歴史あるし、本当に、ね、まあでも使い続けてるっていうのが何よりですよ、ここ線路バンバン電車走ってる。線路止めないでほしいよ、ね、あれも飾りが入ってた、ね、そうそう、ね、だからこれもあの有楽町側にはまだいくつか残ってますけど、ね、メダリオンっていう、その本当に飾りが埋め込まれてたところですよね。これでもすごいでしょ。ということで今日は、はい、
キャパの久々に久々って初めて外出たかなみたいな、統計研究家の佐々木さんでした。ありがとうございます。ぜひ今度素晴らしい散歩させていただきました。ぜひ今度調べてもらって、はい、協力するとこは協力しますんで。ありがとうございます。よろしくです。ありがとうございました。人との出会い。